ます。どっち分け目やばくないこれ。いややばくない、大丈夫大丈夫。あれ春髪型違くない？やばくない、ラモーメイじゃなくて。すみません。やばいじゃん。めっちゃ巻く、めっちゃ巻く、黒髪、黒髪めっちゃ巻くだ。おいおい、やりすぎ、俺びっくりしたわ。アトムみたいな。おい、まあね、とりあえず今日初登場の春なんで。そうですね、まあ、そっち2人内勤なんですけどね。チャイボー、チャイボー、こっち2人内勤。やばい。あれチャイボーハイボールは？ハイボール飲みますね。でまずあの自己紹介、まずは自己紹介を、はい、全然かっこよくない。じゃあ、 あのハルくんから自己紹介で、逆にね、左に順番に行ってもらって、左に順番じゃねえけど、はい、全然真ん中だから。いいか、自己紹介して。自己紹介します。あのクラブピノに入りました、チャイポー芸人ことハルです。よいしょ、チャイポー。チャイポー決めゼリフ何なんだっけ。チャイポー決めゼリフ、決めゼリフはね、決めゼリフって、決めゼリフを、決めゼリフって。めっちゃあるやん。え、黒髪好きな子絶対男の子好きだからね。見て見て、見て、チャイコーだから。チャイコーじゃないじゃん。チャイコーね。チャイコー、おい、チャイコー、帰ろう。チャイアドブやん。アドブね、アドブ、ね、じゃあ、あの、ハルくん、ハルくんです。ハルくん、ハルくんです。よいしょよいしょ。で、はいはい、はい、芸人目指します。はい、はい、ピノでマネージャーをしてます。セナです。よろしくお願いします。はい、セナマネージャー、よいしょ。はい、からのあっちのアフロ、はい、変態アフロは、あの、はい、変態アフロめっちゃ言うね。アフロじゃない。え、あー、なんかピノであの平社員サラリーマンやっております、ゆたかです。なんでしょう。はい、店長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 、要は派遣社員、店長だね。 YTK ゆたか、あれが YTK、 YTK ゆたか、派遣社員、店長のゆたかさんですね。いやでもサーファーって書いてあるけど、完全にオカサーファーだよ。お金がくどかい。あーでもね、サーファーって言われること絶対嬉しい。だ、今日豪華ですよね。まあでも今日は春にタイトルコールしてもらいたいから。あ、なるほど。せーの、ピノチャンネルみんなよろしく。チャイボーチャイボーイ。うっせえ来てるけど、どう思う？ハルくんどう思う？え？真ん中うっせえって来てるから、ハルくんどうよ？え、俺のこと好きな人いないの？逆に。いやいやいや、ポジティブか。いや、ちょっと、もらってみて、もらってみて。普通に。もらってみたらいいよ。ポジティブか。あれ、Tシャツダサくない？おい、やめろ。やめろ。マジで。あれ、スーパーポジティブじゃない？さっき、ちまたでは、チャイポーですよね。そうだよ、好きな生活して。え、好きな人いないの？みんな誰が好きか送って、何番目が好きか。すごいね、ハル。何番目が、一回じゃあ投票取ろうや。ああ、何番目が好きか、あ、誰が一番好きか。ああ、一回投票取ろう。あ、大事かもしれないね。頼むわ、何番目好きか。あ、これ投票取れるんですか、今。取れる。ちょっと確かに。え、取れるんです。ああ、やっぱお前はない。この中で、この中で、あの、指名をするなら誰かみたいな。さすがニコのま、これか、俺が。めっちゃ動く、めっちゃ動く、サブカメラ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 、メイン撮れ、メイン撮れ。いや、あれだから、ケース、ありがとう、センキュー、愛してるね。そう、まあね、これなんかハルくんがね、チャイポーを流行らせたい。なんかでも、はい、そうですね。某グループで、なんだっけ、なんだっけ、なんだよ、対抗してるのはなんだっけ、パイスみたいな。あ、パイスね、パイスね。いやー、怪しい。芸人なのって言われてる。芸人なの、当たり前じゃん。お前電話してやるよ。お前、おい、電話番号教えるから、ちょっと電話してよ俺に。めっちゃ電話番号載ってるよ。しっかりカメラ目線で一回言ったら。電話番号載ってるから。ちょっとだから、連絡して。いつ前髪直すの？おい、ちょっと、おい、派遣店長、おい、やめろ。全然見えてないとこでやるのはやめて。あ、そうそう、ごめんなさい。いや、これ出るじゃん。見えてない。出るじゃん。降りた瞬間に出る。出るじゃん。カメラ映えすごい。インスタ映えじゃねえから、カメラ映え、カメラ映えすごい。ありがとうございます。これでワンチャン指名したい、一番強かったらやっぱ最強だと思う。まあ全然ね、今見た人は本当こいつないやと思うのよ。あ、来た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 
署名してる。いや俺めっちゃ多いやん。やった。大丈夫。一回あの見てるやつみんな死ね。え、これもう出てるんですかこれ今。いやもう今もう今もう出た、もう取った取った結果。え、誰誰めっちゃ嬉しい。超つまんない。いや春、俺もだけど、俺もだけど俺ら0番。いや全俺一番最初出た時クソみたいになった。どのタイミングで前髪だ。やめろっつうの。もうゼロパーの気にやなかった。画面から画面から。イエーイチャイボありがとう。センク。いやこれは嬉しい。分かったよ。ね。何や。まあねチャイボは。そう。原因本人。ねえもうやばくないこれ。もうなんかさこういうこういうポケモンいたじゃん。どういうポケモン。あのすげえ鋭いやつ。鋭いやつ。鋭いやつ。もうなんかあのドラケにもいたよね。こういうなんか鋭いやつ。まあいいけど、まあ俺別に落ち落ち落ち武者とかじゃないから。え、なに徳川さん。あ、徳川家なしです。いやわかんない。みんなわかんない。あ、しっかりあのもう一回だけじゃ、もう一回だけあのしっかり自己紹介。言えないんだけど。誰が言えない。自己紹介してください。言えるの？すげえ4対1なんだここでも。え、待って。え、あの自己紹介だけ。自己紹介ね。すみません。はじめまして。僕は春じゃなくて徳川家なしです。イエイ。よいしょ。そうなるよ。すごいよね。徳川家なしと。ハーってきてる。ハーってきてる。言えない？あの言えない。切れてるじゃん。うん、あの君は間違ってない、コメントは。絶対間違ってない。絶対間違ってないよ。今日豪華っすよね、なんかこう、あのさ。じゃ豪華マジで。店長も来てもらって、そう、俺もいるから。マネージャーもいて、で、徳川。そう、徳川家なしです。もういるんで、ほんと豪華っすよね。いや、でもね、こう。なんで春が前髪直す。いや、直すよ。いや、さすがにゼロパーは結構メンタルやられるわ。芸人だったらいいけどね。でも現実そうじゃん。大学現実やん。大学現実やん。そう、まあね、とりあえずでもなんかねこう、はい、へなチョコ感全開で来るかなと思って、ちょっとあのナイトチューブにこう送っといたんですよ、さっき写真。あ、はいはい、あのさっきちょっとカッコつけてるんですよね、やっぱりタケルナンバーワンとかなんかすごいよね。ちょっとさっきのやつですね。ちょっとカッコつけてる春。はい。あ、見てみたいですね。さっきの LINE に送ってる。なんかスイッチ入ってる。あ、そう、春くんですね。なんか自分のなんかイケメンに酔いしれてる写真。ああ、ちょっと、ああ、いやイケメンだわ。いや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 、だいぶイケメンだわ。いやいや、俺写して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 。あ、俺もだいぶこれこれ。徳川家なしです。今のは面白い。ちょっともう一回さっきの写真もう一回。サブカメラに行け。サブカメラ。さっきの写真もう一回だけ。はいはいはい。でこれ見てください、これこれこれ。ああ、からの。からの。やんないよ、やんない。やんない。三二二一一。え、徳川亀なしです。まさかの横、まさかの横亀って。やりすぎて。まさかの。なんで帰ってきたの。いや、やっぱナイチューブさん仕事できるわ、やっぱり。なんかもう完全に上手かったっすね今。完全にうまかったっすね。ジャニーさんに謝って。ジャニーさん知り合いじゃねえわ。え、ジャニーさん知り合いじゃねえわ。どういう髪型。どういうこと。こっちの方が早い。お前はね、皆さんでも面食いだね、みんな見てる、みんなね個性的な人いないんだね。みんな何、王道系か。なんでお前それさ、視聴者を煽る。おい、やめろ。まあなんかこうさ、あんまこんな至近距離で鏡見ないよ。まあだいぶ近い、だいぶ近い、だいぶ近いっすよ。しかもさ、顔よく見てめっちゃ楽しそうなの。分かった。自分の顔見て楽しそう。ワンちゃん鏡に入るんだ。みんな面食いなんだね。でもね、なんかがっかりしてるわ。一番イケメンじゃん。個性的な子出てこいよ。大丈夫か。なんで出てこいよ。LINE してこい。高田さん LINE してこい。しねえよ、そんな暇じゃないよ。で、あのこっちから会おうのやめて。あの店長から会おうのやめてもらっていいですか。そう、チャイポーな。しゃべんない。あ、接近ね、しつけね、いろいろあのください。メンタル強いんでね、どんどんね。イケメンしか興味ないって。うん、いや、それはそうだよね。ホストの人ってやっぱジャニーズ。それはね、やっぱレオの大幹部多さと。ああ、そう、やっぱ一番ね。あれかもしんないじゃん、それは。誹謗中傷がすごいね。誹謗中傷がすごい。でもこんだけコメント来ることもなかなかね、あのいつもあるんですけど、こんだけこうなんかね、ハル君中心に来てもらえるってこともないから、炎上商法だね。そう、だからめちゃめちゃなんかそれはそれでいいんじゃないですか。流行ってるしね。優しい。
こんだけ来てもらえるっていうのは嬉しい、ね、目が黒いの、誰が目黒いんだよ。あ、待って、あなたが第一、なんかあなたが一番個性的です。春、嫌いじゃないって。お、いや、それはすごいわ。多分その子は多分マジで俺すげえ大事にできると思う。うん、マジで。ん、今自撮りすんの？今当たり前じゃん。ちゃんとするとかっこいいんだから。おい、やめろおい、これ。はい、入りました。はい、お前、これは本当に下げ越せ一回。なんでこんなバブリーなんですか、最近。すごいじゃん、だって缶とかも一口飲んだら捨てるじゃないですか。いや、間違いないっすね。なんかシャンパン以外飲まないからみたいな。まあね、やっぱりホストってやっぱ稼いでなんぼだからね。金にならないやつ。いつもなんかおごっていただいてすみません。ええ、それはそうだよ。だから本当、ハル君いつもありがとう。終わったら打ち上げあれですもんね。なんか当たり前じゃん。おごってもらえるんですもん、ね。当たり前、当たり前。やっぱり楽しんでなんぼだし、やっぱホストって夢あるし、うん、誰が男目線のあの会話で、なんで、あの、大丈夫ですか、男目線の会話なのこれ。だってこれいつもハル君の財布に入ってるやつですもんね、これ。ね、あえてね、パンパンでね、あぶれちゃうわ。どんぶりダメ、一口飲んでもうバーン、一口でバーン。ねえ、バーンっすね。いやいやいや、まずそこに行ってる時代やばいじゃん。どれやってる？前髪だから。好きだな、それ。ハルしたっけ、あの、いつもあの、財布は持ってないって、いつもなんだっけ、あの、封筒に入れてるみたいなやつ、あれ、言ってくださいよ。あの、いきなり自分でジャンル作んないよ。これ、ジャンル言ったら俺が言えば。これモザイクじゃないの？あ、いい波乗ってんね、来てるよ。これ、あれ行きましょう、じゃあ、あの。春の大好きな、大好きなコールじゃん。もう行っちゃってる。いいっすか、じゃあコールするんで。大好きな噛み上げてもこれだから。じゃあ瀬田さんに飲んでもらいましょうか。じゃあ、すみません。はいはい、今日も瀬田さん、いい波寄ってんね。はい、いい波寄ってんね。はい、いい波、ラウェイ。はい、いい波寄ってんね。ゲラウェイ。いい波寄ってんね。セグウェイ。いい波寄ってんね。ロープウェイ。ありがとうございます。ありがとうございました。ナイスロープウェイ。ナイスロープウェイ。ナイスロープウェイ。完全にね。あの、本当にギャラが欲しい。普通にギャラがね、ギャラがね、普通にギャラ。逆に出させてくれてありがとうって金持ち。ああ、そっかそっか。さあ、ごめんなさい、視聴者さん。え、だってあんなに金余ってるのギャラいらないでしょ。ツイッターするね、やばい。俺メンタルやられるからね。いや、なんかせっかくのツイートをね、盛り上がってるのになんで消すんですか、ツイートの内容。消してる、消してるやばい。貯金は1億ですよね。大丈夫ですか。1億です。ああ、ひろゆき暮らししてる。あれ、ビットコインでいくら損したの？おー、すごいな。あの、自分だけ知識出してくる。なんか2000万ぐらい損したんすよ。一番悪いから。2000万ぐらい。え、2000万、そうね。ビットコインでまあまあやってっから。やってっからね。ララララライ、ララララララ、ライ縦、ライ横、ライ斜めからのゲッツ。いや、なんでカメラ目線でいかなかったっすけど、惜しかったな、今。いや、もうカメラ多くて、どれが追消しダサって言われ滑るの。うん、別にいいじゃん、 LINE 起こせ、俺に。俺に、直接 LINE ちょうだい。だって、これ打ち込むのめんどくさくない？ああ、でも間違いないですね。でも今、ハルさんこんだけ喋ってるから、こう最後にもう一回ツイ、なんかこう、指名するなら誰かっていうんで上がってるかもしんないから。あー、でもあるよね、喋った方がいいですよ。やっぱバブリー、ハルだからね。なかなかいなくない、あそこまで。なんか、だって同伴いないっすよ。でも、ローランとか。あれでしょ。何、あなたないよ。待って、悪気絶対あるからね。さて、本当に上司なんだけど、ちょっと一回聞いていい？いや、何？この人雇った覚えないんで。え、誰？おい、すごいな。おい、ほら、ねえ、これはもうタイミングピースで、はいはいはい、ピースセージェタイミング。時間返したもんね、時間を返したもんね。ごめんなさい、すいません、世代飲んでの流れで、今もう一回やって、今のやつもう一回やった流れで CM しっかりやって。オッケー、いくよ。はい、みんなでいくよ。せーので、チャイポーでいくよ。いくよ、せーの、チャイポー。やれよお前、やれよ。
现在很想吃火锅。彼はホストがしたいと言っております。絶対この時点でそんなこと言ってないでしょ。俺よし、お勝利だ。彼は本気らしいです。よし、頑張ろう。僕頑張ります。ありがとうございます。もうついでる最中です。ごめんなさいね。こういうとこも見せます。生中継なんだね。ごめんなさいね。まあね、ハルさん、ハルって言うんですけど、あの、すごいなんかこう、かっこいいですよね、最近ツイッターで。なんかこう、俺らも勉強になるなみたいな思うことがある。いや、なんかね、やっぱね、お金は使った方が入ってくる。最初ね。あんだけディスってたけどごめんね、好きになりました。お滑り芸だんだんじわってる。タノピー面白いですねって、ほらだんだん来てる。噛めば噛むほどタイプ。あーだんやっと来た。こう時代が乗ってきた。まあ、なんか分かってるなっていう感じはするよね、はい、だこれがハルさん、ま、前髪ちょっと直して。なんでちょっと褒められた瞬間ちょっとおとなしくなってなんでおとなしくなってんだよ。豊さんに後で今度5000円ぐらいほんと5000円ぐらいもらっていいもん、ね、この豊さん店長の手の間から言うけど、もうほんとスルメ式で見て、これ赤外正解だなって。これやっぱさすがっすね、カンボさん。赤外正解って分かってくれる人、分かってくれてるんですか。まあね、でもとりあえず、ね、でもこれをできるホストちゃんと見た方がいい。1個だけ言ってデコ広すぎない。大丈夫。やめろって。分かった、そっからやったらなんか恥ずかしくなるよ。で見てほら、可愛いかもって言ってますよ。あーそう、やったじゃん、かわいいかもって。キメ顔でチャイポイって、キメ顔でキメ顔ね、一回カメラ目線で、カメラ目線で。いやカメラ目線じゃなくて、髪の毛つくだせる。いい一回それ大事。髪の毛つくって、これいい。どう、カメラ目線どう。いいからお前下手くそか、お前。なんで分かれてる。せーの、ゲッツじゃなくてゲッツね。なんでゲッツなの。じゃあ分からない、髪の分け方どっちかも分かんなくなってきた。ちょっとさ、なんか瀬山さんしゃべんなすぎじゃない。いや、ちょっと、わー来たよ。いや、春のなんかそのやっぱあれ、あれだね、どんどん団体来てる。一番偉いのがこのマネージャーなんで。一番偉いのはね、あの現場を仕切っておりますので、本当になんかしゃべんなすぎじゃない。なんか普段偉そうなの。やばい、こういうとこだったし。置物ですか言われてるやん、ほら。これあの、俺も勉強になったなみたいな。勉強になったっすね。すごい勉強になったっす。え、瀬名さん置物なんですか。だって普段いつも偉そうにしてない。どういうことですか。店長怖いっすもんね。え、ホストに、ホストにお金はつきもの。でも俺が大切なのはプライドだ。かっこいいわ、ハルさん。スーパーキングやってる。店長、スーパーキングやってる。知らないっす、知らないっす。でもこれチャイポって載ってるからね。あの、ハルくんのあの、チャイポっていうのをね、わかりやすいよね、これね。チャイコじゃないよ、チャイコだよ。どういうことなんですか、ちょっと説明して。お前らめっちゃ絡むよ、俺に。なに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 、どれ、なに。やっぱキモじゃないですか。でも俺が大切なプライドが。文法めちゃくちゃ文法。あの、206番だから文法じゃなくて、もう春の頭の中がめちゃくちゃなんで。それはね、それは意味わかんない。いや、それはわかる。206番さん、多分俺と多分結婚するよ。結婚はしないだろ。結婚はそんな将来なんかチャイポーの流れを聞きたいっすよね。どっからそうチャイポーになったのか、由来ね。由来も。ああ、でも本当にグルダンスね、グルダンさんで。だからそう、もともとのお店でどういう流れでそうチャイポーになったのか。だからそもそも由来ないっすよね、はい、チャイポーっていう感じがゆなんか本当にその人が1600万プレイヤー。はい。あの一番楽しい、ちょっと一回マジ一回飲む。飲まなくてもいいから。ガチの感じ。割り勘でもいいから。ガチの感じ。割り勘でもいい。まあでもそう、チャイポーのあの流れを聞きたいです。なんかあの本当にすごい有名な人が、もう1600万プレイヤーの人がいっぱいいて、うん、その有名店にね、1600万プレイヤーいっぱいねえだろ。いや、あの1000万超えの人いっぱいいたんですよ。でそれでチャイポーをすごい発信してて、はい、でそのあ、その人がチャイポーだとしたら、俺お前が言うまで知らなかったから発信されてないよ。量産店は弱い。何で動画の人が俺だったの。発信源はその有名な人なんだけど、発信源はその人なんだけど、なんか言う、動画載ってる人は俺なの、毎回。はい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 。それで有名だった。だから有名な人が流してたから有名だったみたいな。だから手合わそっちゃった。あ、じゃあチャイポーも引き継いだみたいなもんなんですね。引き継いだっていうか、動画で有名になった。だから手合わそっちゃった。そう、プレイヤーとかじゃなくて動画で有名になった。売名みたいな感じでしょ。
まあそうっすね、うん、うん、僕なんかほんと動画で有名になってそうなん、はい、どこの、ちなみにあのどういう感じでこう有名になったのか、その動画の感じをちょっと出してほしいなみたいな、じゃあ行こうの、はい、すげえゲストめっちゃ来るやん、めっちゃ来るなみたいな、やめてよもう、なんかじゃあ行こうって、もうほんとこんな感じですよ、なんかいろいろなんか、はい、はい、ちなみにどういう時使うんですか本当に、チャイポーは。あ、使う時ですか、はい、あもう乾杯するときあるじゃないですか。あ、じゃあちなみにじゃあ乾杯、はい、あの姫ね、男でもいいですけど、なんで急にカメラ目線なの、はい、うん、当たり前じゃないですか、はい、あの乾杯するときあるじゃないですか、はい、はい、いきますよ、乾杯しますよ、カメラに向かって、いきますよ、せーの、はい、チャイポ ー, チャイポー、ありがとう、センキュー、ゲッツ、ありがとう、いや、アップいった、いる今、いや、うまいなもう、うまいなうまいなもう、あとは、あとは、あとはじゃねえよ、あとは、あとは乾杯の時チャイポーっすもんね、まあ、乾杯の時もチャイポーだし、はい、あとはあ、どういう時に使うんですか、あとは、はい、なんかみんななんか、うん、イエーイみたいな、おお久しぶりーチャイポーみたいな、あ、出会った時っす、ね、出会った時チャイポー、あ、久しぶりチャイポー、チャイポーありがとうみたいな、だ挨拶みたいな感じ、いや、テンション僕じゃない、マネージャーがいつも使う、マネージャーが言った時何食べるんでしたっけ、僕、タバコっすねタバコ食べる、タバコ食べる、え、タバコ食べて、酔った後どこで寝るんでしたっけ、セブンイレブンの前っすね、あ、それわかる人はね、それあれかもしれない、いい勝負ですね、チャイポー VS ハルビ、あんだけ説明してみ、酔っ払ってるわ、流行らないか、流行らないか、やばい、流行らないか、お前ライバル、回数来てるやん、うん、ライバル、わー、一回俺と一回ご飯行こうか、なんで個人的な、なんかこう、なんかハルクの中で一番これはこの時チャイポーを使いやすいなって時ないですか、これをチャイポーとして落とせるみたいなタイミング落とせる、うん、いやでも大体大体なんかホストって思われないんで、はい、なんで思われないんですか、いつもなんか頭僕狂ってるんで、あの本当になんかで本当個性的な人しか選ばれないです僕は、ね、全然意味が分かんないあのいやコメントもせってから、ね、意味が分かんないってコメント結構、うん、じゃあいいんじゃないどういう意味、いや、嘘っす、嘘っす、ほんとごめんなさい、いや、でも、ほんとにこれで見てくれるね、イエローチャンネル見てくれてる人、有料チャンネル、有料、お前、キリ無料ちょっと、ちょっと、ちょっと有料チャンネル、もう酔っ払ってんだよ、俺先ほど、あれじゃん、エロいやつじゃん、お前、なんだと思ってたの、有料チャンネル見てるじゃん、エロいやつ、エロいやつ見てるやん、いい、うん、でもね、やっぱホストってこういうなんか緩い感じなんかいいなって思ってくれたら嬉しいよね、そのイメージをね、まあ確かにそれは間違いないですよ、いろんな人がいるから、はい、ね、ホストっぽくない人、やっぱ俺とあともうね、こっちのあの左側のなんかアフロやろ、変アフロ、アフロや、いや、アフロじゃないよね、全然、うん、どういうこと、変態、まあの人工パーマね、あーうん、変態アフロね、いろいろなんかあると思うけどすごいこと言うな、お前でも別に俺パイパンじゃないよ、お、誰が誰がパイパン、俺は毛あるよ、あ、ルナが言ってた、いや、それはお前そのまま聞こえてるわ、チャイポン毛ないじゃん、なんで毛ないのか教えて、毛ない、え、あの、ほんと、え、あ、パイパンなんすか、え、パイ、いつからなんでパイパンなのか、いや、パイパン好きな人、どういうことなの、なんで男がパイパンなの、臭そう、毛ないから多分意外と臭くない、うん、全然 OK です、ありがとうございます、どういうこと、ありがとうございます、すいません、よくぞ聞いてくれました、ありがとうございます、剃ってるんです、パイパンです、ありがとうございます、剃ってるんです、剃ってますね脱毛じゃないです、剃ってます、ね、剃ってるんだどんぐらいで喋り方が面白い、いいの3日に1回ぐらいですね、3日に1回剃ってる、はい、すごいね、え、何がいいんですか、剃ってて、何がいいっていう、やっぱり、はい、パイパン絶対流行ると思うんですよ、僕は、いや、流行るか流行らないか、なんかでもそういう流れが来るっていう話は聞きますよね、やっぱりなんか清潔感もあると思うし、はい、やっぱその3日に1回じゃん、でも2日目の終盤に出会った女の子はチクチクしてるんでしょ、俺お前、いやいや、そんな俺け、いや、それは自己スピードにあれかもしれないですけど、俺そこまで、ね、あの速くないんで、でもヒゲ青いじゃん、毎日それは違う、うんうん、すごいチョイス早くないもうチョイスここだったのにもう全部来るじゃん、いや、早い早い、上から、上から下まで全部、全部行くっていうね、全部早いわ、え、パイパン出そうと思ったら出てこなかったわ、
まあ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 でもね、女の子のパイパンもね多いんで、男もやっぱパイパンは食いますよ、そりゃ。でも結構多いね。じゃあでも春が言ってた理由は一番違う、大きく見せたい。いきなり言ったぜ。ああ、なるほどね、なるほどね、はい。毛がないことによって根元からね、差を見えるから。それ俺から言わせる。だから毛で隠す部分をなくすことによって。ちっちゃいからでしょ。あれ見せた方がいい、あの写真。大丈夫。いや、すごい。あ、これやばいか。すいません、ダメです。やばいかじゃなくて。ダメですよ。これです。じゃあこれ、店長今イエローカードですから。これ使おう。店長。これ一回使おう。タイミングすごい聞いてみる。やばいね。いや、これになった時はちょっとあの話無効化っていう感じでね、ちょっとトラップカード発動みたいな。でもソチンから、ソチンなんですか。あー、ソチンね、まあなんか、うん、前儀派っすね。前儀派。いや、ソチン関係ない。じゃ全然あの全然ならなかったし、今一発目しかも終わりだよ。前儀派ってない。前儀には自信あるんですか。僕はなんか一緒に寝てチューできたらいいなと思ってます。全然話が違う。いやもういや長いよ。なんでこんなプライベートの大公開なの。チャイチャリさんゲストなので、どういうことなんですか。どれぐらいなんか自信あるんですか。うん、自信、僕自信、どんだけのプレイタイムだけ聞いて。じゃあそれ興味持ってくる子がね、いるかもしれないから。だってね、もうチャイポーさんがすごい、もうトータルなんか2時間半かけて愛してくれるんだったら、それ指名したいみたいなのもいると思う。まあもちろんそういう人もいるだろうな。ちなみにどの子だよ、なんか、うん、あの本当に早漏なんで、あんまりどこまで舐めてくれるの。どこまで舐める、本当にあの内容によっては指名します。ほら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 、いや生中継すぎてやだわ。だからどこまで舐めんのか言えよ。どこまで舐めんの。お前舐めとんのか。そう、当たるまで舐めます。沈まんねん。それが一番やばい。俺結構振り切ったもん。あの振り切ったもん。すいません。いや、あのそれはなんかあなんとかのフレーズの時にかぶせてチンしてほしかったもん。今結構生放送だから。いや、生放送だから振り切った。あのタイミングの時にこうやってほしかったっすね。なんでお前ちょっと聞こえちゃ、聞こえたかもしれない。俺の膝の上に手をかけて。うるせえな。いい芸なの。うん。いい、誰がいい芸なの。いや、聞いてない。どこまでできるのか言えって。いや、言えや。69もうやっぱあとね1分なんで。おい、言った後これやんのやめて。死んでたのやめて。これ言え。普通じゃん。何普通じゃん。え、ちょっと待って、普通の人がもう終わる。終わる、終わる、終わる、終わっちゃうけど。いやいや、結局まとめて。いや、でもしっかりまとめて。俺メインじゃん今日。何だそうだよ、話楽しめる。あと20秒でなんか、すいません、ありがとうございます。本当にこの横の連中らはみんなやめた方がいいです。本当に本当にやめた方がいい。指名ね、来ようと思った人みんなやめてください。絶対俺の方がいい。あの横の連中絶対やめた方がいい。チャイポー、チャイポー、チャイポー、性格本当に悪いし、みんなやめた方がいい。俺絶対、俺本当にやめた方がいい。本当に、はい、せーの、ありがとう。ブロックしろ、ブロックしろ。メール歌舞伎町にいる皆さん、こんにちは、ゆってぃでーす。アンタッチャブル柴田でーす。よろしくお願いします。なんで僕が言うの。アプリフレッシュ内のナイトチューブチャンネルにて毎月第4金曜日放送、ネオからスライデー。番組が盛り上げるための一発芸、よろしくお願いします。どんなに叩いてみたって何にも起こらない。イエーイ、見てねー。